エイバルはスペインバスク州ギプスコア県のムニシピオ。公式名はバスク語表記のエイバー。エイバルはデバ川盆地にあり、ビスカヤ県と接している。エゴ川に面しており、アラーテ、アコンディア、ウルコなど産地に周囲を囲まれている。ウンツァが広場と視聴者産業と労働はエイバル住民が常に誇りとしている。産業とは歴史的に武器製造である。このために、 別称でシウダー・アルメラと呼ばれているバスク大学の工業技術工学学校が所在するエイバルの武器製造に触れている最古の文献は1481年のものであるそれ以前から鉄の製造は地域の重要な経済活動であった近接するプラセンシアでラスアルマスに王立武器工場ができてから20世紀初頭の 産業革命までの間の経済沸騰が現在のエイバル住民の得意性を形成した。最初は火事場で、後には共同の工房がエイバル経済の基盤であり続けてきた。製品を作り上げる過程での様々な義務の履行は人々の間での助け合いや平等主義を生み出した。労働組合運動がマルクス主義と融合される以前からエイバルはリベラルであった。 カルリスタ戦争でバスクの多くの自治体がカルリスタ軍に従った中で自由主義を掲げる政府軍についた。サンアンドレス教会スペイン内戦中の爆撃後1949年、エイバルを訪問したフランコエイバル近郊で発見された遺跡からエイバルには新石器時代から定住地があったことが証明されている。ローマ人たちがこの地域を征服した時にはカンタブリア人または ケルト人、バスコン人と関連があるのではないかとされるカリスティオス族が暮らしていた。ローマ人はデバ・カワタニにコンウェントゥスデクルニアという政治形態を持つ。デバ・カワタニのエーバル近郊がパンプローナ王国に従うようになり、ドゥランゲサド軍に含まれた。この地域がギプスコアとビスカヤ領の境界となると、線で分断された両側はマルキナと呼ばれた。デバ・カワタニは、 マルキナデユソ、マルキナデスソとして定義された。マルキナデスソの地にサンアンドレスの安定グレシアが設置され、修道院の概念を持っていた。エイバルが初めて歴史上に名が現れるのは1193年である。1346年、アルフォンソ11世がサンアンドレスの教区に町としての特権を与えた。新しい町はビリアヌエバデサン。 アンドレスデエイバルと呼ばれた。末尾のエイバルはイヤバー、またはヘイバーの綴りで15世紀末に現れている。エイバーとは後半のマイナスイーバーがバスク語で谷を意味する。戦闘のイはエゴ側から取られたという説がある。19世紀の産業革命で新たに国際的な労働組合運動や社会主義がもたらされた。1897年にエバルの労働者たちは 初めてストライキを行った。1931年4月14日、エイバルにてスペイン共和国誕生が宣言された。この時に非常に典型とされるべき都市と送りなされた。1887年には鉄道がエイバルに到達し、多くの路線がエイバルを通過した。スペイン内戦ではエイバルは後輩地域であると宣言するほど、 事実上司全体が破壊された。再建が主な産業の発達を促し、わずか数年で人口は4万人を超えた。農業は家族経営で畜産が行われる。また林業も行われる。製造業は武器のほか自転車製造や縫製機械の製造がある。オルベア、ランブレッタのような工場がある。 武器を装飾する目的で19世紀に導入された造眼が伝統的に職人の手で行われる。道路ビルバオからサンセバスティアンを通って、スペインフランス国境に至る AP-8 号線がエイバルを通っており、N-634 号線が AP-8 号線に並行している。AP-1 号線がエイバルとビトリアガステースを結んでいる。 AP-8 号線と AP-1 号線はエイバルの東に位置するマルサガジャンクションで接続している。バス主にキップスコア県内で運行されるルラルデーバスの路線バスがエイバルとデババレーナの他地域、サンセバスティアン、ビトリアガステース、ビルバオ空港を結んでいる。主にビスカヤ県内で運行されるビスカイバスの路線バスがエイバルとビルバオ。 ビスカヤ県の他地域を結んでいる。エイバルでは、ウダルバスと呼ばれる都市バスも運行されている。鉄道ビルバワーチュリ駅とサンセバスティアンのアマラ駅を結ぶバスク鉄道の狂気線が、エイバルを通っている。エルムアからエイバルを通って、エルゴイバルまでの区間はその両側に比べて、列車本数が増える。SD エイバルのホームスタジアムである、イプルーアサッカーサッカークラブの SD エイバルが、 所在する。SD エイバルは2013から14シーズンにセグンダディビシオンで優勝し、クラブ初のプリメーラディビシオン昇格を決めた。2014から15シーズンのプリメーラディビシオンで本拠地人口の点でエイバルはリーグ最小だった。SD エイバルは市営のエスタディオムニシパルでイップルーアをホームスタジアムとしている。 バスクペロタバスクペロタのアステレーナ競技場が所在する。アステレーナ競技場は、ハンドペロタの大聖堂という愛称を持ち、1904年に開場した。サンセバスティアンのアターの賛成競技場、ビトリアガステースのオグエタ競技場などとともに、バスクペロタの主要な競技場の一つである。1946年の初開催以来、9度に、 わたってカンペオナートマノマニスタの決勝大会が開催された。また、1992年にはクアトロイメディオバスク選手権の決勝大会が開催された。自転車ロードレース1952年、エイバルにあるエイバレサ自転車クラブはビシクレタエイバレサを初めて主催した。このレースは1969年にバスク一周と統合されたが、 1991年からは、エウスカルビシクレタという名称で復活した。UCI ワールドツアーに組み込まれているバスク一周において、2009年以降、エイバルはステージのゴール地点に設定されており、通常はアルトで新手を登ってからエイバルを目指す。また、2008年以前は、UCI ヨーロッパツアーに組み込まれているエウスカル、 シクレタの伝統的なゴール地点だった。1972年、1974年、2012年には、新手の山登りが、ブエルター・エスパーニャのルートに含まれた。ありがとうございます。